ウィスウィス。いやはや、いやはや。なんだこれ。まあいいや、今日なんですけどもね、またワインでも飲みますわ。リトルブテオというオーストリアのワインでございますね。これはね、この間ね連れてってもらったお店でね飲んでね、マジうまかったんでね、その場で発注したものです。これスクリューキャップなんで、あーでもちょっと、あーおスクリューだよな、あーちょっとあかんなこれ、あーえあかねー、お前ダメ、力がねえんだな、あっあー来た、なーい真っ赤、これうまかったんだよな、よく分かってないんですけど、いただきます。あもう香りがいいもんな、うまいなこれ、これはこれうまいわ、これうまいぞこれ、これ俺これ好きですね、これ僕好きな感じですわ、これうまっ、あのねすっきりです、きり爽やか系で、酸も結構あったですね。うまっ。これ好きやな。これね、でもね、リトルブテオね。はい。リトルブテオです、これ。ググってもね、なかなかなかったんですよ。なかなかね、なんか、ポッと出てこなくて。で、ポッと出てきてても、品切れだったりして、ちょっと探して、やっとなんかね、湘南のワイン屋に行き当たって。まあ、これうまいな、おい。ということで。ございます、これおすすめです、これマジ飲みやすいし、サラサラゴクゴクガブガブ系です、これマジで。これはどういう系、何どういうワインなのか分かんないんですよね、オーストリアの、どこの何のブドウかとかなんか全然分かんないんですけど、まあうまいですこれ、スルスル入っていくもん、これうまー、さっさい野球系ですねこれマジで。こっちの方がでもねちょっと柑橘っぽいかな、さっさい野はなんだっけな、ワイン版ポカリみたいな、通称ポカリみたいな、それくらいなんかする、あれはなんかもうちょっとこうミネラル系だった気がしますけど、
すみません。ちょっと、メールの返信をしております。OK。疲れたな。うまいな。おすすめですよ。あのね、これ結構ね、メールがややこしくてめんどくさくて、今メールのチェックとかメールの返信とかなんかいろいろしてるんですけど、マジめんどくさいんですよ。なぜかっていうと、メールアドレス僕3つくらい使ってるんですよ、実はの話。僕個人の会社のメールアドレス、会社全体のメールアドレス、あと僕の個人的な、これ会社とかじゃない G メールのアドレス、これ3つを使ってるんですけど、もうね、1個にしたいよね。っていうか、で、なんか俺がやり方知らないだけかもしれないですけど、俺の個人のね、あの会社のメールアドレスは、を見るのことができるのは、俺のここのこのパソコンだけなんですよ。多分、会社のパソコンでもできると思うんだけど、よくわかんなくて設定してないですよね。で、会社のパソコンは、その会社の全社の、もう会社としての、1個メールアドレスなんですよ。もうどの誰でも見ることができるっていう、それを会社のパソコンで使ってます。で、 Gmail はまあ携帯だろうなんだろう、どのデバイスからでもアクセスできるじゃないですか。ややこしくてね、だから家帰ってこないと、ここからのここのね、俺の個人のメールアドレスの確認できないし、でなおかつ俺名刺にはさ、ここの個人のメールアドレスが載ってるわけですよ。だからお渡しするじゃないですか、名刺を。そしたらその連絡が返ってくるのはこっちなんですよ。でもこれを、携帯でも確認できないし、会社のパソコンでも確認できないと。まあ、設定ですりゃできるんだろうけども、してないと。ちょっと一本化したいんですよね、僕。一本化して、本当はもうこれハウデーっていう、あの、ハウデーのさ、メールアドレス、ドメインが欲しいですね。ハウデー。ストライプってもう会社の全部じゃなくて。もうね、死ぬほどメール来るんで、いろんなところから。もう、結構ね、見落としがちなんですよ。ね、お取引先だったりなんだり、もう本当に、いろんなところから、その全社だとさ、5個の、5個だけど、5個のお店のね、それぞれの取引先とかから、メール来てさ、1個のサーバー使ってやってるとさ、もうバカみたいにメール来るわけじゃん。ね。もうちょっとうざいんだよね。関係ないところなんか別に見る必要もないし、確認する必要もないから。ちょっとそのメールストレスっていうのがね、非常にあるんですけど。ちょっと移転とか、店舗移転のタイミングで、メールアドレス作りたいですね。ハウデーのメールアドレス。そしたら別に僕個人のメールアドレスとかいらないんで。はあ、うまっ。ちょっとこのワインの話に戻りますか。説明書きないかな。ウィーンから30キロ、バインフィアテル25ヘクタールの土地を持つギンドル家。17年は暑くてドライな年でした。これは、いつだ、ヴィンテージは。書いてある？書いとらんね。いつだこれ。書いとらんねこれな。ステンレスタンクで、かもし醸造しってことだな。空気圧縮ステンレスタンクとフルタルで発酵熟成。やや緑を帯びたイエローゴールドの外観から甘夏や八朔の香り、たっぷりとしたエキスにやや強めの酸、昆布だしの旨味が染み入り、アフタには冷涼感。ほら、何言っただろ、俺の言った。
うん、ちょっとだから酸が強くて柑橘系っていう。昆布だし来るかな。昆布だしはまあ俺には感じられなかったんですけど、まあちょっと酸っぱくて、でもこうガブガブ系です。これ夏とかね、ちょっと冷やしてこれガブガブいけますよ。これ水筒に入れてもいいかもしれん。水筒に持って歩きたい。あのロックバスターみたいな水筒あるじゃないですか。あれに持って歩きたいね、マジで。スポーツすんじゃん、汗かくじゃん。もう例えばサッカーだったらハーフタイムとかに飲みたい。ハーフタイムとかにゴクゴク飲みたい。そういう感覚。うん、ミハエル・ギンドル、オーストリア自然派ワインです。これもナチュールだそうです。はい、まあいいな、これうまいぞ。まあ良ければ皆さん買ってみていただければ。あーでもミハエル・ギンドルで調べたらいいか。そしたらこの人が作ったワインが多分他にもあるかもしれないな。リトル プテオってんかこれ。いや、あ、プテオ？ブテオ？わかんねえ。ミハエル・ギンドル、ミハエル・ギンドルっていう醸造家ね。この人が、あ、2種類くらいかな。フローラってのもあるね。フローラってのも。このリトル・ブテオとフローラというものもありますね。あ、こっちも飲んでみたいな。飲もう、買おうかな、これ。ポチっちまうか。これはどういう系なんだろうな。ハーブや金木犀の上品な香り。ちょっとありですね。まあいいや。おすすめ。あ、これ17年だ。